4月10日、公開用の投資戦略アップデートです。今回は1、相対価値が効かない。2、ちぐはぐな値動きは天井圏の疑い。3、米決算発表に注目。こんな感じです。はい、ですね、実はちょっと今月、パフォーマンス悪くてですね、まあ、ちょっと困ったなという感じですね。というのが、まあ、今まで、これ会員さん用のあれなんですけれども、ちょっとブログの方は見づらいので、会員さん用の特別に見ようかなと思うんですけれども、まあ、新興国がぶち上がってるというのはありますね。これ、まあ、例えば、上海なんか、ほとんど1年で倍になってますし、まあ、それはいいんですよ。こういう局面もあるだろうと、新興国下がるばっかりじゃなくて、上がる局面もあるだろうというのはわかるんですけれども、なんというか、あんまり整合性ないんですよね。一つ一つの指数を見ると、いや、みんな買いでいいじゃないって思うかもしれないんですが、私から見るとですね、金利が上がるんだったら、こっちの方が上がってなきゃいけないし、EPS が、一株当たり利益が下がるんだったら、こっちの指数だとか、こっちの銘柄の方が相対的に勝ってなきゃいけないっていうのがですね、どうもちぐはぐなんですね。相対的な価値が効かなくなってしまっていて、まあ、だからこう自分のストラテジーがうまくいかないというようなことになっています。で、今でこそこう、まあ日経平均2万円達成したじゃないですか。それはそれで喜ばしいことなんですけれども、ちょっと私の心の中ではですね、まあ蛍の光が流れ始めてて、これはひょっとすると天井圏に入ったかなというふうに思ってます。こういうちぐはぐな動きをしたりだとか、まあいくつか理由があって、まあそれは会員さん向けのレポートで少し今月詳しく書いてみようかなと思ってるんですけれども、もう相場としては終わりに近づいてるかもしれないなというふうに思ってます。もっとも、こういう相場の最後の局面っていうのは、本当にね、もう訳がわからないぐらい上がりますし、あとアメリカの景気って、いや、もう終わりだなって思っても、タッチアンドゴーで、へたれて上がるっていうのは結構やるんですよね。それで、日本人が想像するよりも、ずっと景気が長持ちすることが多いので、ホタルの光が流れてきたからといって、すぐ売っていいという話ではないんですよ。ただ、いろんな状況を合わせると、これまでのようにバカロングしたり、なんか買えや買えやっていうのは、ちょっと、注意しなきゃいけないかなと。やってはいけないということではありません。バブルの最後を取るというのも、立派な戦術の一つだというふうに思っています。でも、そういう時はやっぱりオプションを使ったり、逆差しをしたりして、いずれもですね、暴落があるというふうに、前提でいかないと、いつか厳しいことになるのかな、というふうには思いますね。まあ、そんなわけで、今週から決算発表始まって、まあ、ちょっと、少ないんですけどね、で、まあ、株売られたんですけれども、来週、まあ、火曜日からバババババッと増えてきますから、まずそれが注目だと思います。で、一株あたり利益が下がるようであれば、まあやっぱりちょっと、ディフェンスをしなければいけないですしね。でも逆もありますよ。悪いと思っていたやつが思ったほど悪くないとなれば、株価上がることもあり得ますから。それはもう、わからんですね。でも、まあ、とにかくですね、EPS が下手れたら、いくら、追加緩和したって無理ですから。そこだけ、ちょっと、来週は、まあ、今週から来週にかけて注目していこうというふうに考えてます。以上です。